ここからは、はい、バンカーについていくつかやっていきたいと思いますので、はい、お願いします。ちょっと恥ずかしいんですけど、はい、私がいつもやってる感じで一回やってみたいと思います、はいはい、ぜひお願いします。そもそもなんですけど、バンカー冷気持って入っちゃダメとかありますよね。私いつも持ってっちゃうんですよ。試合の時は持ってかないです。ダメ。そうですよね。でもプレーの進行を早くするために、うん、別に競技じゃなければ持って入った方がいいと思う。本当ですか？うん。私もプライベートでゴルフするときは持って入る、はい、本当ですか？うん。じゃあ今日プライベートバージョンでいきます、うん、プライベートいつもやってる、はい、あの目標はプレーファーストなんでね。はい、はい、バンカー決めます。だけど、うん、気になったとこちょっと直すくらい、はい、はい、はい、で置きます、で行きますって感じです、はい、行きます感じです。以上です、はい。じゃあ、はい、私あの後のバンカー鳴らしてみてもいいですか。はい、では私失礼して。お願いします。このバンカーって意外と、まあ、こう鳴らしてありますね、はい、ここに刺さった跡ありますね、はい、ここにこうボールが入っても嫌じゃないですか。嫌です。じゃあこう今ここ波打ってますね、はい、これここにボールがあったりするとでは行きます。正しいバンカー鳴らしは特にないのですが、簡単な。やっぱ逆行くんですか。はい、そのザクザクは逆にいつ使うんですか。いや、ザクザクでやってもいいんですよ。こうザクザクでやってあげてもいいんですけど、じゃあザクザクバージョンでやると、要はみんなねこうやって引っ張るでしょ。あ、引っ張る。引っ張ってこれが残っちゃう、うん、こうやって引っ張って、うん、こうやって残っちゃう。残っちゃう。これを本当は最後にで押してあげたらいいですよ。こうやって押してあげた方が、引っ張るより押す方が、押す方がいい。残らないでしょ。残んない。あとこう戻してくるときにみんなよいしょってざっくり入れちゃうんですけどこれをなるべくザクッと入れないようにこう、こう宙を浮かせるようにこう、こうやって。おー、私はいつもこういうバンカーの時は私はいつもこの裏を使っちゃうんですね。裏を使ってこう、裏を使う。裏を使うとあんまりなんか持ってこないですね。そうそうそう、跡が残りにくいって言ったらいいですか。確かに。あとコツとしては、意外とみんなこれを鋭角に使う、うん、鋭角にこう刺すでしょ、うんうん、これを低い位置から行くと全然力いらないの。あ、そう、すごい軽い。軽いでしょ。あれなんで軽いでしょ。軽い、ね、冷気全然軽い。え、なんで。ほら、こんな足跡つけても、あ、軽いかも。そう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 。あ、これ無理です。無理でしょ。この方高さだともう無理。無理でしょ。でもみんな結構高い位置から行ってない。行ってる。 それもちょっとなるべく、そう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 、なるべく平行に近い状態というかから引いてあげた方が綺麗に。どうでしょう。あ、いいかも。ちょっともう一回やってみましょう。はい、正しい方でやってみよう。やってみよう。いいね、あの安定してるよ安定して同じとこ行ってこれをまず低い位置から、うん、引っ張ってあげてもいいし押してもいいし、どっちでもいいんだけど、そう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 、なるべく低い。全然軽くない。軽い。しかもこの逆の方が、うん、鳴らしやすいでしょ。鳴らしやすいです。素晴らしい。そうなんですよ。すごい綺麗に鳴らせるでしょ。
そうそうすると、あ、素晴らしい、綺麗です。大丈夫ですかね。大丈夫です。そうすると漏れなくこういう跡がつかなくなるんですね、はい、多分皆さんほらあそこいっぱいなってる、ね、プロがバンカーした後は、うん、絶対こういうのにならないように、もうならないようにやるんですね。やります。もうサササッって入っていって、こっちからシャ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 って入っていって、こっち側にこうやってやって、なんか職人技ですね。なんか園芸師みたいな。園芸師になってる。なるべく次のバンカー入ってもプロがいいラインにいますようにって思いながら。まあ自分に返ってきますもんね、また。そうですよ、ね、うん、次の日もあるし。思うのでバンカーは結構綺麗に鳴らして。で、多分みんながなぜこうなるかっていうのは、次のプレーを急がなきゃいけないからって思うのね、はい、こう今もバンカーショットしてミスしちゃいました、私アプローチしなきゃいけないしになって、バンカー鳴らしがちょっとおろそかになってしまったりとかすると思うので、そういう時は別の方に先にプレーをしててもらってもいいと思うんです、うんうん、なのでちょっとごめん、先にプレーしててくれるって言って鳴らして、それから行っても遅くはない。そう、バタバタせずにやってあげていいと思います。なんか全部バタバタしますもんね。そしたら多分次のアプローチもバタバタして、そうなんかもうずっとせっかしたまんまになっちゃうから、一回バンカー余裕持って流して、うん、だからある意味ちょっと今度の新しいルールはいいかもしれないよね。プレイファーストで準備できた人から打ってもいい、そうですね。ホームランして向こうに行っちゃうと、あーってなっちゃうけど、もうガガガガガガ、そうもうなんかこう、あーみたいな、こういうの起こるでしょ。これよくあるパターンね。これはよく見ます。よく見るでしょ。これはもう焦らずに、もうプレイしててって言って、まずは後ろの人のためにちゃんと綺麗に鳴らしてあげて、で次のプレイ。はい、はい、ここでもう一つ、はい、今伊能さんが置いてくれたんですけど、はい、この冷気の正しい置き方ってあるんですかね、うん、正しい置き方はなんかね、ゴルフ場によってちょっと違ったりしていて、そうですよね、うん、なんか入れるところもあるじゃないですか。入れるところもあるし、逆にこう、ここだけ入れてこうなってるゴルフ場もあるんですよ。あります、あります。なんかアメリカとかヨーロッパは多分バンカー内に入れてると入ってるんですよ。へー。だけど日本も出てるところが多いですね。日本は出てるところが多いですね。なので、まあ次のプレイヤーが来るのに邪魔にならないというか、ここに置いちゃったりとかしちゃうと邪魔だったり、まあある意味止めてくれていいのかもしれないんですけどとは思うんだけれども、まあ鳴らしたら1個はそこにあるので、まあもう1本はこの辺にあったら他の人の迷惑にならないかなっていうところに、はい、置いといてあげたらいいと思います。でゴルフ場側がもうみんなバンカーの中に入れてるんであれば、バンカーの中に入れて、で次のプレー、はい、はい、ここでもう一つ、はい、よくねプロの試合でね、うん、バンカー打つのそこで、はい、バーンって、はい、その後に上がってきて、うん、なんかこうやってやってるのよく見るんですけど、はい、あれ何の意味でやってるんですか。あれはこうグリグリグリって、グリ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 って入って、じゃあ出てきてで靴の裏を見ると、はい、結構こうほら砂がついてるでしょ。ついてます。この砂をグリーン上に持ち込んでほしくないんです、うん、この砂を持てたらどうなるんですか。あのライン上も邪魔にならない、砂がこうやっていっぱい。あ、嫌です。よく砂撒いた後のグリーンみたいな、あ、そうとか、足跡がもうそのままついちゃったりとか。あ、やだ砂の、うん、ね、だからその砂を落とすためにみんなポン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 ってこうやって、そう、あとはみんなプロはこうやってやって、こうなんかこうやってやって、うんうん、みんなこうやってやってこの横をやるんですけど、私はいつも見ながらこのくるぶしをこういかないのかなって思いながらじーっと見てるんだけど、でもアマチュアの人たちは多分難しいと思うので、結構グリーンのところでこうやってジャンプして、こうやって気持ちちょっとここら辺で落として、そう、もう落としてこうやって落としてあげて、そう行くだけでも、そう全然、うん、これがバンカーバンカーです。まだになります。
ぜひバンカー冷気に急がず、はい、浅めで浅めで下から鋭角でも、はい、やってみてください。やってみてください。ここで視聴者からのまた質問が届いておりますので、はい、失礼します、はい、ちょっと突っ込んだ質問なんですがドキ、どれぐらい報酬をもらっているのかが気になります。固定なのか、はい、順位次第なのか、はい、まあ、キャディーさん の、 この報酬の決め方みたいな感じですかね、うんうん、そうですね、はい、基本は、まあ、相場ね、報酬としては選手が稼いだその週にもらった金額のパーセンテージが自分の報酬として入ってきます。もちろん基本給も1週間基本給があって、でその中で全部ホテル代だったりその交通費だったりそういうのを賄った1週間分の基本のお金はもらうんだけれども、それと別の報酬という部分ではその賞金の何パーセント、だいたいみんなその優勝すると優勝賞金の 10%、ベスト10以内だと10位以内だと 7% で11位から以下下言ったら予選通過して、まあ、60位タイだったら60位まではその選手がもらった賞金のオール 5% とか、へー、うん、あとはまあ15位までは 7% 出しますよっていう選手もいるし、逆に優勝したら 10% だけど、まあ、10% プラスアルファの何パーセントか出してくれる選手もいますし、まあ、相場的にはそういう感じかな。賞金に対しての優勝は 10% みたいな。はい、はい、参考になりました。なりましたか。すごい、だからセキュラに教えてもらいました。そ、はい、その後皆さんテレビを見ながら、あの一打でキャディーさんあんだけ増えちゃうのかなって思いながら、ね、きっと見ると、プレーオフとかでね、そうそう、この差すごいな、1位と2半分違うのに賞金みたいなね、うん、はい、そういう目で見ないでくださいね、はい、そういう、ね、パーセンテージで決まっているみたいです。はい、はい、あ、ほらなんかこうやって分かる穴がいっぱい開きました、はい、実は、はい、T グランドはスコア順です、はい、え、準備できたらじゃないんですか。はい、トリックソン取り替えるときは必ず同じメーカーの同じボールじゃないとダメです。え、